同じものは一つもないので、やっぱりその人のその年齢とか仕事とかこれからやりたいこととか、まあ、そういうのを情報をいろいろ聞いて今までできなかったことにまたチャレンジしたりする、そういう手助けですよね。そういうことを考えながら作ってますね。